7点先取、オフェンスディフェンスは交代制、リバウンドはなし、シュート打ったら終わりでございます。はい、はい、さあ2回戦第1試合ですね、はい、シードなんで、はい、はい、それでは先攻後攻じゃんけんまいりましょう、はい、最初はグッジャンケンポイ、よいしょ、じゃんけんも強い、めちゃめちゃテクニックとかあるガード、ちゃんとすごいいいガードなんで、まあ、1対1なんで、もうこれは卑怯と言われようが、僕は体格を使って勝ちます。2005年ジュニアオールスター全国ベスト8です。どんなプレーが得意ですか？アシストが得意なんですけど、今日はワンオンワンなんで、アシストの次のスリーポイントを狙いたいと思います。本命小原君の名前でしたが、ゴリのパワーマネーがありますので、ワンオンどっちが強いのか。というわけで4対8で小原勝利。すげー。さあ、それでは2回戦第2試合でございます。事実上の決勝戦かもしれません。いきましょうか。お願いします。このまま誰かと小原 VS 風見取り古家、よろしくお願いします。さあ、それでは先攻後攻じゃんけんまいりましょう。はい、最初はグーじゃんけんぽい、はい、行こうでしょ、はい、行こうでしょ、先攻で、はい、あ、もしかしたらこのじゃんけんが大きかったかもしれません。強いですね。いや、さっきの試合見たときにスリーが相当当たってたんで、今回ちょっとさっきよりもちょっとチェックに強めに行かなきゃいけないなっていうのと、あとドライブもあるので本当に油断できないなと。作戦的には次のチェックはしっかりいって、抜かれたとしても必死についていって、最後レイアップははたければと。身長差はあるので、オールラウンダーなので中外どっちでもいけるタイプなので、めちゃくちゃ難しいですね、ディフェンスするのが。とりあえずもうガンガン当たっていく
ディフェンスはもう前から当たっていくスタイルで、でオフェンスはもう揺さぶってドリブルで。さあ、それでは陣地上の決勝戦かもしれない戦いです。そうですね、これはまたどっちが勝つのか見ものです。これは楽しみよ。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また見てねー。